岩橋元気プリンス時代の楽曲を両脇にマイクを置き披露で騎士と神宮寺へのメッセージを送ったと話題に。またみんなで歌いたいと発言した彼の真意が、こんにちはスコープ芸能です、ナンバーアイの神宮寺勇太さんが24日自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、バスローブ姿を披露して話題を呼んでいます。この日神宮寺さんはバスタブの絵文字を添えて、こんにちはお風呂上がりのバスローブと綴り、鏡越しの自撮りショットを公開。真っ白なバスローブ姿で開いた胸元からはちらりとパールのネックレスを覗かせていました。髪はセットされておらず、前髪が目元にかかり、オフ感あふれる一枚になっています。この投稿に SNS 上では、これは反則だって、色気だだ漏れてる、めちゃくちゃ好きなどの声が上がっていました。バスローブ姿がとても絵になりますね。また Vogue Japan 8月号の表紙を飾る平野さんは、7月1日に発売されるのに先駆けて表紙ビジュアルが公開されています。 Vogue Japan 8月号はゲームチェンジャーをテーマに、エンターテインメント界やスポーツ界など各界で活躍する才能を紹介しています。表紙に初登場した平野さん、平野さんはナンバーガイの活動で世界をステージに挑戦を続け、個人としても活躍の場を広げています。その原動力である開拓精神について、ずっと大事にしていたいなと思います。誰もやっていないことや人と被らないことをやってみようと思っていますし、自分らしさを持ちつつもチャレンジングなことをどうやったら表現できるかを常に考えていますと語っているようです。またウェブでは掲載インタビューが先行公開されました。インタビューの中でメンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスさんとの交流からも刺激を受けたのではないかという質問に、楽曲作りから服のデザインまで、ファレルのクリエイティブ力は本当にすごいですよね、長年活動してきてまだこんなに引き出しがあるなんて、ドラえもんですかっていうぐらい、ポケットから何でも出てくるような表現力がある方だなと思います。きっと常日頃から人を楽しませるためにどんなことをしようか考えていらっしゃると思うんです。いろいろなジャンルの楽曲を提供されていますし、ファッションの世界でもみんなに楽しんでほしいという思いが会場の演出や服のディテールに表れていると感じました。とにかくかっこいいとしか言えない方ですと、ファレスさんのクリエイティブ力を絶賛。また人を喜ばせたいというエンターテイナーの流儀は平野さんの中にも息づいているものですよね、というインタビュアーの質問には、まさに僕自身もそうありたいと思っているので、すごく勉強になります。ファレルは服作りに関してもかっこいいものを目指すだけではなく、着た人がどんな気持ちになるのかまで想像してデザインしているんだろうなと感じていますと語っていました。そんな平野さんが出演するコンタクトレンズボシュロムアクアロックスワンデー UV シンの新 CM 続滴る男編が6月27日よりオンエアされます。平野さんは2022年8月より同商品の CM に出演していましたが、今回の CM では四方八方から包み込むように噴射される水の隙間から平野さんの美しい目にフォーカスしており、前回に引き続き彼が水に滴るシーンも満載のようです。2度目の出演ということもあり、スタッフと談笑しながら撮影について打ち合わせを行ったようです。撮影は椅子に座る平野さんを囲った5本の発射口から順番に水が勢いよく噴射され、その水を平野さんが避けるという難しいシーンからスタート。事前に練習をしていたスタントマンのスタッフが見本として実践すると、平野さんはあまりの水の勢いに思わず、嘘だ難しいとしゃがみ込んで苦笑いしています。その後平野さんは水が噴射される様子を近くで観察するなど入念にチェックして本番に臨んだようです。水に当たっている平野さんの表情もとてもかっこいいですね。そんな中2021年3月31日をもってグループを脱退し、現在はソロアーティストとして活動しているキング&プリンス元メンバーの岩橋元気さんが6月23日に東京豊洲ピットで行ったコンサートの中でキンプリ時代の楽曲を歌い、かつての仲間に思いを馳せる場面があったようです。15年に誕生した期間限定ユニットミスターキング VS ミスタープリンスが前身グループのキンプリグループ内には平野さん、
永瀬廉さん、高橋海人さんからなるミスターキングと、岩橋さん、岸優太さん、神宮寺さんによるプリンスの2つのユニットが存在し、分かれて活動した時期もありましたが、最終的に6人で CD デビューを果たしました。しかし同年11月、岩橋さんは幼少期に発症したパニック障害の治療に専念するため活動を休止することに。翌年2月、ジャニーズ事務所は岩橋さんが芸能活動を一部再開すると発表したものの、数日後に復帰を見送ると報告。そのまま彼はグループ活動に合流することなく、21年3月末でグループを脱退、事務所を退所しました。そして岩橋さんは翌日の4月1日に個人のインスタグラムを開設、ソロアーティストに転向し、同年12月1日にファーストシングル「マイ・ロンリー・クリスマス」をリリースしてソロデビューを果たしています。そんな中、岩橋さんは6月23日に行った単独コンサート「アイコン24プレゼンテッド・バイ・カラオケ招き猫」で、デビュー前のジュニア時代から歌ってきたプリンスのオリジナル曲「プリンス・プリンセス」を披露したといいます。 SNS 上のファンの書き込みによると、ステージには岸さん、神宮寺さんの存在を示すように3人分のスタンドマイクが立っていたとか、岩橋さんは同曲について、自身のアイドル人生における大切な曲だと話していたそうです。一方でキンプリサイドも同曲を歌唱した過去がありました。それは新型コロナウイルスが感染拡大した20年6月、旧ジャニーズ事務所サイドはジャニーズネットオンラインにてデビュー組14組ジャニーズジュニア6組が出演するライブ公演、ジャニーズワールドハッピーライブウィズユーの有料配信を6日間にわたり実施。キンプリは同16日公演に出演し、岸さんと神宮寺さんが同曲をパフォーマンスしたのでした。この時はセンターに置かれたスタンドマイクを見守るように、岸さんと神宮寺さんが両端で歌っていました。今回岩橋さんの公演に参加したファンによれば、彼は当時の配信ライブを見ていたといい、岸さんと神宮寺さんに恩返しがしたかったと語っていたとか。さらに岩橋さんは、またみんなで歌える日が来ますようにと、再共演を望むようなメッセージも残していたそうです。公演終了後、 SNS 上には、薄暗い中スタンドマイクが3本立った時に会場内にどよめきが起こった、夜公演は歌い終わった後に涙を拭く仕草をしてた、またプリンス・プリンセスが聴けるとは思ってなかったから本当に嬉しい、また3人で歌いたいって、神宮寺と岸くん、元気ちゃんの気持ちを受け取ってほしいなどのレポートが上がり、ライブに参戦しなかったファンにも情報が拡散。自分にとってもプリンス・プリンセスは大切な曲だから、これからも岩地に歌い続けてほしい、岩地歌ってくれてありがとう、いつかまた3人で歌う姿が見れますようにと、驚きとともに感激しているファンも多かったようです。共演を期待する声が高まる中、一方でキンプリとナンバーアイは7月に音楽特番ザ・ミュージック・デイ2024と音楽の日で共演を果たします。司会を務める中居正広さんは、アイドルに限らずいろんなアーティストの方がいて、レコード会社を変える、事務所を変える、グループ名を変えるとかは僕なんかが若い時よりもはるかに増えてきていると考えを述べていました。そして環境を変えることによってパフォーマンスがより高みを目指してできるってことは決して悪いことじゃないんじゃないかなとは思いますと話し、ナンバーアイとキンプリの共演について言及しています。先に音楽の日への出演が明らかになった際は、一部メディアが初共演へといったタイトルで記事を配信、ネット上で楽しみが増えたと喜びの声が上がる一方で、脱退した3人をよく思っていないファンからは、絡みとかいらないとネガティブな反応も見られ、賛否両論の反応が噴出している状況です。とはいえ、いずれも長時間の番組のため、2組が同じ画面に収まる可能性は不明となっています。果たしてキンプリの元メンバー6人が共演を果たす日は近いうちにやってくるのでしょうか。今後の動向に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価
コメントをお願いします。それでは。